フィリピ人への手紙3章の1節から11節をお開きください。新改訳2017新約の397ページになります。フィリピ3章1節から11節。最後に私の兄弟たち、主にあって喜びなさい。私はまた同じことをいくつか書きますが、これは私にとって面倒なことではなく、あなた方の安全のためにもあります。犬どもに気をつけなさい。悪い働き人に気をつけなさい。肉体だけの割礼の者に気をつけなさい。神の御霊によって礼拝し、キリストイエスを誇り、肉に頼らない私たちこそ割礼の者なのです。ただし私には肉においても頼れるところがあります。他の誰かが肉に頼れると思うなら、私はそれ以上です。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエル民族、ベニヤミン部族の出身、ヘブル人の中のヘブル人、律法についてはパリサイ人、その熱心については教会を迫害したほどであり、律法による義については非難されるところがないものでした。しかし私は自分にとって得であったこのようなすべてのものをキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさの上に、私はすべてを損と思っています。私はキリストのゆえにすべてを失いましたが、それらは塵あくただと考えています。それは私がキリストを得て、キリストにあるものと認められるようになるためです。私は律法による自分の義ではなく、キリストを信じることによる義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つのです。私はキリストとその復活の力を知り、キリストの苦難にも預かって、キリストの死と同じ状態になり、何とかして死者の中からの復活に達したいのです。キリスト人生に対して言葉に聞いてまいりましょう。最近はちょっとパワーポイントを用意するようになっていまして、今日もですね、初めに一つ、フレーズを知っていただきたい、ここから考えていただきたいと思うんですね。もうスクリーンに映っていますけれども、こういうフレーズがあるんですね。洗礼は教会卒業式、まあ、イラストが映っちゃって可愛い感じになってますが、注意を言いますと、これは本当ではありませんということを言っておきたいと思います。洗礼は卒業式、そういうフレーズが、以前牧師たちの集まりで話題に上ったということがあるんですね。先ほど言いましたが、もちろん良い意味では全くありませんので、皆さんメモをしてもですね、丸はしないでください、バツとしていただきたいというふうに思っています。このフレーズが意味する心は何か、それは洗礼を受けた後ですね、クリスチャンとして歩み出した後、しばらくして教会を離れてしまった、そういう人々がいる、そんなことを話していた時のフレーズ、出てきたフレーズなんですね。洗礼を受けてから教会を離れるということを考えた時に、その理由は様々だというふうに思います。なので一口に単純に簡単に言うことはできない、痛みの伴うようなことだと思うんです。でも洗礼が何かゴールのようになってしまって、一種の達成感を洗礼式の時に覚えて、そしてその達成感が日に日に収まっていく時に、その人がもう教会に行く意味って何かあったかなと思ってしまって離れてしまう、そういうケースがあるんではないか、そんなことを牧師たちの間で話が出てきた、
ですね。で、牧師たちはその事柄を話すときに何かですね、教会出た人が悪いんだとか、あの人のこういうところが問題だったとか、そういうことを言いたくて言ったんではない、話をしたんではないんですね。むしろ自分自身のを振り返りながら自戒を込めるような形でこれをこの話をしていたというそんなことです。どういうことか、つまり福音を語る、イエス様の救いとはこうだと伝える、その伝え方に何か問題があったんではないだろうか、そうやってその福音の理解が少しずれていたために、理解がいかなかったためにその人は離れてしまったんじゃないだろうか。福音という言葉、そこに込められた、非常に単純にその福音というものをこう言い換えるならば、信じれば救われるという理解だというふうに思います。イエス・キリストを救い主と信じれば救われる、この福音理解は全く正しいものなんですが、しかし信じるという事柄とこの洗礼式におけるこの信仰の告白、言い表すということが重なったときに、何かもうそこで信じるということが終わってしまって、信じたのであって、もうそれで十分だと何かゴールに達したような感覚に陥る、そんなことはないだろうか、あったんではないか。しかしながらよくよく考える必要があるのは、イエス様を信じますというのはですね、もちろん信じますと言ったときもまさに信じた、そしてそこで救われたということなんですけれども、一方で信じますというのは信じ続ける、そういう告白だというふうに思いますね。イエス様を信じ続けます、その生涯をもって愛し従っていきますという告白、それが信じれば救われるのを信じたと思うんです。けれども、何かこう洗礼式という大きな、洗礼という大きな信じる告白に至った、そこに立った時に、何かそこで達成したかのように感じてしまい、そこで教会に行く目的を見失うということもひょっとするとあるのかもしれない。しかしそれは違うんだということなんですね。パウロ、今日の箇所におけるパウロが記しているクリスチャンの歩みというところことを考えるならば、やはり洗礼は卒業、教会卒業式とは言えない。7節から11節をちょっと長いんですけれども見たいと思うんですね。お父さんスクリーンを、すみません、御言葉が映るのでちょっと言っていただきたいと思うんですが、7節から読んでまいります。しかし私は自分にとって得であったこのような全てのものをキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、私は全てを損と思っています。私はキリストのゆえに全てを失いましたが、それらは小悪化だと考えています。それは私がキリストを得てキリストにあるものと認められるようになるためです。私は立法による自分の義ではなく、キリストを信じることによる義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つのです。私はキリストとその復活の力を知り、キリストの苦難にも預かってキリストの死と同じ状態になり、何とかして死者の中からの復活に達したいのです。スクリーンには最後のところ、何とかして死者の中からの復活に達したいのですのところにマーカーを入れました。一気に読んでもですね、ここにパオロの人生観といいますか、イエス様を信じて生きていくというクリスチャンの生き方のなんかこうひたむきさみたいなものが伝わってくるように思うんですね。特にこのマーカーで最後引きましたけれども、彼は達したいと願っている、つまり全くゴールに自分は至ってはいないという感覚を持って、今私はこう生きてんだというわけですよね。イエス様を信じたなら永遠の命が与えられ、やがて天国に入れられる、
イエス様を信じれば救われるというのはそういう約束を伴ったものだと思います。私たちはそのように信じ受け入れた、そして喜んだ。パウロはそうでなかったか、もちろんそうですよね。パウロもイエス様を信じた、主と告白したときに私は永遠の命を持つものが持った、その確信をいただいたと思います。けれども、だけれどもこの世にあるその人生にあっては達したいのだ、復活にやがて達したいのだ、そういう目標に向かってひたむきに生きるということを彼は捨てなかったと言いますか、それは必要だと感じて歩んでいた。このパウロのひたむきさ、ここにある視点、姿勢ということを私たちは大切なものだと認めて、また自分自身も心に刻んで歩みたいと、そういうふうに思うんですね。というのも、このパウロの感覚というのは、まあ、この箇所も聖書ですけれども、新約聖書全体で語られている大きな視点である、大切な視点であるからなんですね。もう一枚やってみます。ラットという、まあ、覚えなくていいんですけど、有名な新約学者がその昔いました。その新約学者はですね、新約聖書を読んでいく中で2つの視点ということが語られていると言ったんです。それは何かというと、このすでにという視点と未だという視点です。聖書の救いの教理について見るならば、そこには2つある、両面語られているんだ。すでにと未だってなんか相反するもので思いますけれども、しかし聖書はそう書いているというわけですね。本さん、もう一つお願いします。イエス様をこのすでにと未だという事柄はどういうことを言っているのか。すでにという部分では、イエス様を信じたならすでに救われているんだという理解、宣言ですね。一方で、未だという視点においては、この世にあっては未だ完成されていないという視点。この両面が新約聖書では、この救いという事柄について語られているというふうに言った。本当に、でも読んだら まさにそうだなということが実感され、だから教会において、これは大事な視点であると、それ以降覚えられている。別の言い方と言いますけど、この視点で例えば聖歌とか栄歌っていう言葉があるんですけれども、それもこれに、似ている部分だろうというふうに思います。付随する部分、まあ、聖歌、聖なるものに化けると書きますが、イエス様を信じた後この世に生きる私たちというのは聖なるものとされていく歩みに入れられたんです。つまり成長されていく、イエス様に似たものとされていくものとしての歩みがスタートしたんだ。じゃあそれが完成されるのはいつか。それが栄華、まあ、栄光の姿に化ける、変わるっていうことですよ。でこの栄華というのはいつ起こるのか。それは天国に入れられた時であるというわけなんですね。聖書を読むときにそういうふうに、見ることができるんだ。まあ、そう考えると、イエス様を信じる、洗礼を受けた、そのことで確かに天国に行けるようになったということなんですが、しかし一方で信じた後の自分の生き方ということについても、まあ、納得がいくように思うんですね。こうイエス様を信じた後、まあ、私は特に本当そうだなと思うんですけど、信じた後ですね、自分をこう振り返らされるとですね、なんでこんなに罪深いんだろうかっていうことを考えたりよくいたしました。イエス様を信じてクリスチャンになった、でそこから真面目に聖書を読み、それは大事なことなんですけれども、聖書を読みながら示されていくのは、ここにもここにもここにもあそこにも、自分のこういう言動、いろんなところに罪が覚えさせられていく。聖書に書いてるんだから、確かに私は救われたんだろう、永遠の命を持てたんだろう、天国に行くんだろう、だけれどもこんな私は何なんだろうか、未だ救われていない、
全イエス様と似ている部分を持たない、そんな自分を見ながら、どうすればな、こういう私は何なんだろうか、まさにそれがすでにと未だの時間軸にいる、そのただ中にいる私たちの現実であろうというふうに、でパウロは今日の箇所において、このすでにそして未だ立ち位置に立たされているクリスチャンの生き方として大事な視点を語っている。ズバリとは語っていないんですが、7節から11節、先ほど読みました箇所にもうこと、あの、いろんなところに随所にそれが現れているんですね。お父さん、まためくっていただきたいと思うんですけれども、7節、ここにキリストとありますね。じゃあもう一つ、区切りがいるんですけれども、キリストが出てきます。キリスト、キリスト。そして、まためくってください。ここにもキリスト、キリスト、キリストと出てきますね。もう一つ、字が切れてしまうね、はい、キリスト、キリスト、わかりますか。単純にこのキリストっていうのをマークしてもですね、この7節から11節を見るときにパウロはですね、自分の生き方というときに私ということは言わない、まあ、むしろそれはもうチリアクターだと言った後にですね、キリスト、キリスト、キリスト、もう何かあったらキリストですわという言葉をここで語りで言う、つまり自分とか自分の何かではなくて、イエス・キリストにこそ私は目を留めて自分の人生を生きていくんだ、これが私たちの生き方なんだ、クリスチャンの生き方なんだとここでパウロは言ったわけです。この手紙の読者であったフィリピン教会の人々にも、そしてパウロはキリストを中心とする人生、いわばキリスト人生、今日の説教文ですが、それに歩みなさいと語るわけなんですね。で、パウロはただただ今日のところで、イエス様だよ、イエス様だよ、キリストだよ、キリストを頼って生きていくんだよと、そればっかり言ったんではなくて、もうちょっとこうテクニカルにと言いますか、そうではない人々を挙げながら、あなた方はそういう生き方ではなくこうだよというふうに言った。今日の箇所 3章の1節、最初のところですよね。あ、失礼しました、2節ですね。2節の冒頭でパウロは言うんです。犬どもに気をつけなさい。本当の犬じゃないですからね、人に対してこれ言うんですから、ひどい言葉だなと思うわけですけど、それほどにパウロはそういう存在を気をつけろと、そういうふうになってはならんとこういうわけです。で、誰のことを言ってるんだろうか、同じ教会にいるそういう人たちということを念頭にパウロはここで言っている。犬どもを言い換えて、悪い働き人とか肉体だけの割礼のものという言い方もしている。イエス様を信じていると口で言えば確かに一緒と言われるようなものなんですが、しかしある人たちはこのキリスト人生とは程遠い、そういう生き方をしている、そういう生き方をしてはならない、そうではなくあなた方はキリストにのみ生きるのみ生きるのだ、フィリピの教会の人たちに言うんですね。で、犬どもについて言い換えてパウロは彼らの生き方を肉に頼る生き方の人というふうにいたしました。肉を食べるなって意味でしょうか。そうじゃないですね。肉に頼る、それは人間的な誇りを一番として、それが人生において大切なものだと思って生きている人のことだ、クリスチャンの中でっていうことですね。これっていうの肉に頼る、つまり身分や家柄、良い境遇、そして自分でやってきた人々から評価されるであろう行い、何か達成したこと、そのような自分が何かをした、また人から覚えられる良いもの、そういうものを握りしめて
これが私だというふうに言う、それが肉に頼る生き方なのだ。パウロはそういう生き方をするクリスチャンには気をつけろ、犬どもに気をつけろと、こういう言い方をする。で、あなた方はそうではあってはならない。そうではなく、3節にあるようにキリストイエスのみを誇りとしなさいと、こういうわけですね。3節、神の御霊によって礼拝し、キリストイエスを誇り、肉に頼らない私たちこそ活霊のものなんです。あなた方はそうじゃないでしょ、私と一緒でしょう。で、パウロはただただなんかそういう肉に頼っている人たちを挙げてこうやっかんで言ったのかって、そうじゃないと。私こそ肉を誇るにはもう十分なものだと語るわけですよね。パウロは続けて5節以降で言うんですよね。あ、4節からもう見えてますけども、かつての自分はこうだ、肉に頼る生き方をしていた。私こそそのような肉に頼ることのできる人であった。境遇も身分も自分の努力においても人から評価されるところを持っていた。そういうものであった。しかしそれにもかかわらず、救い主イエス様と出会ってからはそれらはもう一切、まあ、いわばゴミくずのようになってしまった。イエス様の救い主としてのお姿を知るほどに、その素晴らしさを味わい、味わえば味わうことに反比例するようにして、自分自身の過去の価値観というものが虚しいものになっていく。知り合っただ、損だ、そんなものを誇っていた自分は恥ずかしい。そのようにパウロは以前の自分を振り返り語る。私たちもこのパウロの人生評価、生き方の視点ということに自分自身を重ねたいというふうに思うんですね。何を持って、何を握りしめているか。そしてクリスチャンである人たちは明確に自分自身が受けた救いの恵みを振り返るときに、パウロの人生こそ、その価値観こそ、ああ、アーメンだ、私もそれが本当だ、真実だと思う、と言えるんではないかというふうに思います。他のどんなものよりも、イエス様との出会いが幸せだった。人生において、これより素晴らしいものはない。イエス様を信じた時のことを思い出していただきたいと思います。クリスチャンの人たちはそれを思い出していただきたいんですね。イエス様を信じた時の感動と喜びにいつまでもとどまるということが大事だ。また感動とか喜びっていう感情の部分だけでなく、自分自身がその時真実に決心したこと、イエス様を愛していくと言ったそのことに、その約束にとどまっていただきたいと思うんです。イエス様との十字架と復活によって救われたその時、そしてその喜びの理由であるイエス様に焦点を当て続けて歩む、洗礼は卒業式と思った人はどういうふうな告白をしたか、それは分かりませんけれども、しかしイエス様を信じますと言った時に、それは信じて、あ、終わったって、じゃあお疲れさんっていうことではないですよね。まあ、何度も言うことかも言っていますけれども、イエス様を信じるというのは、それまでの人生とは180度価値観を変えて、イエス様を主人として、イエス様を中心として生きていきます、生きていきたいですという告白です、ね、だから信じて終わったはずじゃないんです。信じたから始まりなんですよね。車の、ここに来る車の行きの車で、娘が午前もこの席をしたんですけれども、お父さん、洗礼は教会卒業式なのって聞いてなかったのかよとか言って突っ込んだんですけれども、しかしよくよくちゃんと聞いてたんですよね。
今学びをしているもうこの最後の部分なんですけれども、彼女は、まあ、お父様洗礼は入学式、教会の入学式でしょ、教会に入る日でしょ、言ったよね、そうだよ、よく聞いてるじゃないかって、ね、そうだからあれは罰なんだよって、もう知ってるよって言ってたんですけどね。私たちはイエス様を信じますっていう時に、その後何をこうそこに込めたかっていうと、信じ続けて共に生きていきますという告白をした。そうですよね。それはそうしなきゃいけないからしたんではなくて、自分自身の罪というものにこう覚えた時に、自覚した時に、もう私一人では生きていけない、そしてこの私のために命を捧げ救ってくださったお方がいる、その方が共にいると約束しているので、私はこの方と一緒に生きていく、そう告白した。だから信じますって言ったら、そこから始まっていくんですよね。だからその信じたその時の告白に立ち続けるということを改めてここに覚えておきたい。ただそれだけのことで、それを忘れていつの間にか自分の誇りを握りしめて、私はこれだと何か違うもので自分を形作ろうとするところに、パウは気をつけなさいとこう言うんですね。救いは自分の力ではなく、イエス様によってなされたもの、イエス様抜きに私は生きていけないと告白した、その心に立ち止まって、立ち続けていく。だから私たちがクリスチャンだと言いながら、いつの間にか何か自分自身のこうものに、やったことに執着し、それで私はこうだと言おうとするならば、それはここで否定されていることだ。私ではなくキリストなの、イエス様が必要なの、イエス様のようになりたいの。10節、私はキリストとその復活の力を知り、知ったからこそキリストの苦難にも預かって、キリストの死と同じ状態になり、何とかして死者の中からの復活に達したいのです。キリストとその復活の力を知った、私は救われた、救われて終わりではない、そうではなく、だからこそ私の人生はキリストと重なって、キリストの苦難にも自分が重ねられて、そうしてキリストと共に死んで、十字架で死んで、その後に復活されたその事柄に生きたい。イエス様と同じように実際十字架にかかることはほぼないと思いますけれども、イエス様を信じて生きていくというのは、イエス様と一つにされていくことを願い、そしてそれを喜びとする生き方だ。すでに救われた私たちは、いまだ救われていない、完成されていないこの世にあって、また自分自身に示されるにあって、何に思いを向けているか、それは自分ではない、自分の行いではない、キリストなのだ。キリストに思い向け、イエス様に頼り、イエス様と共に生きて、キリスト人生、それこそ私たちの生き方なのだということを、ここに覚えておきたいと思います。最後にもう一度、この洗礼は教会卒業式というフレーズの事柄ですが、これは改めて言います。間違った感覚であるということを覚えていただきたいと思います。信じれば救われるというのは、信じ続けることを念頭に置いた一言である。そしてそういう告白をしたということを思い返した。それはつまり、それでも信じ続けるということを決心したにもかかわらず、いつの間にかイエス様を脇に置いて、自分自身が
一人で生きていこうとする私たちに対する警告であったり、大切な視点であるということを覚えておきたいんですね。イエス様を信じていきます、イエス様を救い主として従っていきますと言いながら、いつの間にかイエス様を脇に置いといて自分だけ進もうとする。そうやって未だ完成されていない自分に向き合わされる、イエス様と共に生きるところにおいて、私たちはその真っ当な生き方ができるんだ。ピリピ書は喜びの手紙だと言われているということを、このピリピ書の学びの初めにお伝えしました。パウロは今日のこの箇所3章の1節でも言うんですね。最後に私の兄弟たち、主にあって喜びなさい。最後にっていうのはですね、手紙の最後ですよね。突っ込むわけではありませんけど、最後に言ってからどんだけ長いのに書いてんだって思ってしまいますが、まあそんだけ溢れてですね、これも言わなきゃと伝えなきゃっていうので、こう膨らんだんだというのがここに想像できます。でパウロはこの手紙を、喜びなさい、喜びがある、喜べるんだということで、フィリピン教会の人たちに書き送った。その喜びっていうのはどこから来るの？キリスト、キリスト、キリストにあってのことなのか。私たちが私自身、自分自身にとどまらず、そこに目を向けるのではなく、イエス様に思いを向け、イエス様に頼って、共に生きる、そのところにあって、私たちは喜びを実感する、そういう生き方に進んでいくわ。はじめの告白に立ち続け、キリストは私の人生であると言える、その歩みを進めていきたいというふうに思います。一言お祈りいたします。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、あなたの皆をあがめ賛美いたします。私たちはあなたの導きであなたを知る者にされている。そしてある者たちは明確にすでにイエス様のその十字架を受け入れ、復活を受け入れ、あなたにある救いをいただいたことを感謝いたします。そしてあなたはすでに、あなたは救われた、神の子が永遠の命を持っていると言ってくださっていますから感謝します。しかし一方でこの世にある私たちの歩みにおいては、まだ完成されていない、救われていない部分に目を留めさせられることです。そのところにあって何を心に覚える必要があるか、何に頼るべきかと今日確認いたしました。パウロは自分の誇りではない、人の誉れではない、イエス様キリストこそ心を向け頼るところだと語ったことです。その初めの信仰を立ち続ける、イエス様に頼り続けることが、その確認をいたしました。主よどうぞ、私たちが本当にそのパウロの生き方に重ねて、イエス様あなたを追い求めて生きるもの、あなたにいつも頼るものとして会話してくださいますように。そしてどうぞこの地上にあっても本当に聖火の歩みを進めさせてくださって、ますますあなたに似たものとして変えられていきますよう、どうぞお知らせください。この御言葉の時を感謝し、イエス様の名前によってお願いいたします。アーメン。応答の賛美を捧げましょう。教会福音賛美歌の353番です。Thank you.
これで、礼拝を置いてまいります。